言えば言うほどです。はい。さあ、今度はということになりますけれども、こちらの方、魚政商店車両部さんからもいただいております、社隊員さん。日銀の白川総裁が辞任を表明しました、はい。4月の任期満了を待たずに辞任を表明したことで様々な憶測を呼んでおりますが、この表明が今の為替や株価の動きに悪影響が出ないといいですね、ということですが、まあ、悪影響というのがどういうことをこの方を指して言っているのかわかりませんけれども、白川さんは今までのその民主党時代からのずっと総裁であったわけですからね。はい。うん。どうしても日銀総裁の独立性ということをよく言いますけれども、やっぱり総理大臣が、内閣が選んで、はい、この人やって、それを衆参両院にかけて、うん、その採決取って、まあ、最初選ぶところから、はい、やっぱりその時の政府の、うん、の意向みたいなのはそれあるわけですからね、はい、どうしてもそれは方向性。ですから、白川さんなんかはそういう時代の人ですから、はい、今も安倍さんになってぐっと株価やら何やらがこう動いてきつつあるわけですから、はい、余計に白川さんが辞めることによって余計こうなんかですね、促進、今の状況が、まあ、自民党職みたいなものは全般的な、うん、はいはい、社会の全般的な自民党職みたいなものは、うん、出てくるかもわからない。これが悪影響なのかどうかは人それぞれの立場ですがね、はい、任期の大半は民主党政権下ですか書いてある。過ごした白川総裁も国民感情としては最後にいい仕事をしたのではないでしょう。あ、これはいい仕事したと言ってます。最後にいい仕事をした、はい、早く辞めるいうことですかね、はい。それからこちら、菜の花ボーイさん、坪井さん、私思うにこれもやっぱり警察官や教職員と同じで、少し前に辞めることで退職金が余分にもらえるからだと思います。それはよくわかりませんけど、どうなんでしょうね、退職金が、はい。田中信さんからもいただいておりますけれども、白川さんもともとインフレ目標 2% 否定的でしたよね。かなり無理してたんじゃないの。一時安倍首相 2% 物価上昇、金融緩和求める報道もありましたもんね、ということで、白川本当にこの方が言うように 2% はよっぽど努力せんとできませんよ、うん、ということですね、はい。前にも例を出しましたけれども、バブルの時の物価なんか 2% なかなかなかったです、はい、はい。だから 2% ガッと上げていくっていうのは結構大変なことです、はい。このデフレの状態から 2% の物価を上げていくっていうのは相当難しいですよと白川さんは言っておりました、はい。そういうことを難しいですよということも安倍さんとしては言ってほしくないですよね。やりましょうやりましょうっていう気分でやってほしいのに、はい、難しいですよというのは安倍さんとしてはちょっといらん人ではない。日銀総裁の発言って影響力大きい、ね、大きいですからね、はい。オカルト寛平さん、何にもしない白川総裁が辞めたと言ったそうです。何にもしないかどうかがマスコミはいろいろ憶測を並べますが、多分これ以上悪者にされたらたまらんと思ったんでしょうね。千田半島子さん、早くも1ドルが93円にどこまで円安になっていくかわからないけれども、株式をやってる人は相場の動きに敏感だけれども、我々一般庶民は給料がどうなるかとか、ガソリンの値上げなど身にかかることが特に心配です、ということですね、はい。まあ、円安に動くということは、本当に経済って光と影ですから、はい、光が当たったら影の部分もあるぞということ、輸出産業はいいぞということですが、うん、輸入の方は大変ですね、はい、ということですね。ね、だから、まあ、デメリットメリット両方あるんですが、何し血圧なんかもそうですから、乱高下が一番怖いですね。あんた昔にはない表現でしょうね。若い女子はあんなこと言わへん。血圧。知識、知識。知識やらへんやんか、はい。ちゃんと、大丈夫血圧。ってね、薬飲んでるから。な、だからその薬が大事なんですよ。ね、経済においても、うんうん、はい。ちゃんと安定した薬飲んで一定のね、ところでこう、推移していけば、デメリットもメリットも相殺されていくんですけど、はい、上がったり下がったり上がったり下がったりだとね、はい、ちょっと大変なので。うん、確かにその乱高下が一番混乱しますもんね。ただどうです ?93 円いうのもね、こんだけ、ね、こんだけ円安になった、言うけど、はい、100円切ったら日本経済どうなるんやいう時代もありましたよ、ね、ありましたよ、それ。もうあんな100円切ったらもう日本経済立ち行かん。120円ぐらい。
これがとか言うのはいつの時代の10前の話をしてますけど、なんか私たちもだからそういったね、はい、長いんだな不景気のね時代がそういったなんかこう染みついちゃったなっていう感じがしますけどね、はい、だからまあ、ね、93年度もうちょこっとね円安になってもなんかええかなと、はい、だからまあそれなりにそこでねさっきも言ってた、うん、あの水準がこう一定してればそこの、うん、水準でなんとかやりくりをしていく社会で動いてるんですけど、うん、それが急にあったりとか急に下がったりすると、うん、そのシステムで滞る部分が出てくるので、うんはい、高かろうが低かろうがずっとこう推移してればまだいいんですけどね。そういうことや。血圧も一緒血圧は、ね、血圧もね気をつけましょうね、はい、体重もそうらしいですよ。あんまりこの太ったり痩せたりっていうのは急激なこというのは健康にとって良くない。それは大丈夫変わらないから高値安定やなあ、はい、はい、というようなことでございました。